幼い頃に亡くなった母の顔を俺は覚えていない。そんな俺が母を感じる瞬間がある。それは親父の再婚相手でも学校の先生でもない。きっかけは数ヶ月前、俺は万引きで捕まっていた。そこに迎えに来たのは親父でもなく再婚相手でもなく、家政婦だったことに家に居場所がないと悟ってしまった。そうして転がり込んだ親友の家で楓さんと出会った。あ、親友は学校へ行き、俺は部屋でふて寝していると楓さんと鉢合わせになった。てっきり学校に行ったかと。食事用意しとくね。二人で朝食を食べていると涙がこぼれ出ていた。初めての家庭の味、家出の理由を聞かない楓さん、そのすべてが俺の求めていたものだったからだ。俺は楓さんに家出の事情を話すと、彼女は俺を抱きしめた。顔が楓さんの胸に渦まり、思わず離れるが。 YouTube 版はここまで。続きはTSUTAYA TV にて配信中。その他にも映画やドラマ、バラエティにアダルトまで視聴可能。今なら30日間無料。登録は今すぐ。